性リンパ腫と闘病中している元フジテレビの笠井信介アナウンサー、57が23日、自身のインスタグラムを更新し、明日24日に同局の朝の情報番組、とくダネ、月曜から金曜前8時に出演することを報告した。写真、笠井信介アナ、岡江久美子さんのスマイルショットを投稿。笠井アナは、新型コロナウイルスによる肺炎のため63歳で亡くなった女優の岡江久美子さんの写真を投稿し、岡江久美子さんが、コロナウイルスで亡くなられたなんて。信じられません。お会いするときはいつも笑顔でとても明るく、気さくに話しかけてくださいました、とツイートをした。岡江さんが乳がんの放射線治療で免疫力が低下したことが、重症化した原因と見られていることについて、がんの種類は違えど、治療時期がほとんど一緒です。私も強い抗がん剤治療を受けていますので、免疫力が低いんです。人事ではありません。とても不安です。と不安な胸の内を打ち明けた。続けて、いろんなことがあって明日、とくダネに生出演することになりました。よろしくお願いいたします。と告知した。